せーのでポンポン、はい、正解です。それでは行きましょう。何が出るんでしょうか。いきます。せーので、はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はい、こちら見ていきましょう。はい、プラレールのハッピーセットの第2弾がスタートしました。で、第2弾ということで販売期間の方はね、11月の13日金曜日から11月の26日木曜日となっております。で、ラインナップはというと、はい、このような感じのね、4種と、あとプラス秘密のプラレールですね。はい、順番に E5 系新幹線はやぶさ&アナウンスボタンセットで、そのお隣が新幹線 N700S& ホイッスルセットで、その下 SL 大樹&キップスタンプセットで、そのお隣が旭山動物園号&アナウンスマイクセットと。前回の第1弾は運転士さんセットだったんですけども、今回の第2弾は車掌さんセットとなっております。まあ本当ね、あの車両とね、アイテムね、共にね、素敵なセットになってますね。で、秘密のおもちゃがね、何が登場するのか非常に楽しみです。で、とりあえず朝からね、5つ買ってきたんですが、もうすでにね、ちょっと番号は見ましたけども、ここのね、番号が一応すべてね、バラバラでね、いただけてるんで、まあコンプリートほぼほぼ間違いないと思いますが、さあではね、番号ね、小さい順番にね、ちょっと開けて見ていきたいと思います。さあ、それではね、早速ね、一袋目からいきましょう。ちなみにあの袋の色は、前回第1弾はね、濃い緑から、第2弾はね、濃いブルーに変わりました。じゃあまずね、一つ目の袋ですね。はい、番号の方は2345となってます。で、触ってる感じね、うん、なんとなくわかるんですけど、内緒ですね。多分ね、黒いあれだと思うんですけどもね。ではでは、ちょっと開けていきましょう。ではまずね、一つ目の袋、早速参ります。何が出るんでしょうか。ではでは、行きたいと思います。いきますよ、よいしょ、せーので、ポン、はい、来ました。いや、触った感じでも普通にね、分かっちゃいましたね。まずはね、 SL 体重&キップスタンプセットですね。ちょっとね、車両の方ね、シール貼る前ですが、はい、ざっとね、こんな感じになってます。今回もね、しっかりとしたね、成型色になるんですけども、バッチリね、形は作り込みされてますね。かっこいいですね。ライトのところはシルバーの塗装がすでに入ってあります。で、あと中身ね、それ以外に、よいしょ、あ、大きな袋にしっかりと入ってますが、よし、はい、こんな感じ。お、乗車券や、これ。町の駅からマクドナルド駅への乗車券ね。ショーって書いてるんで、これ子供用ですね。で、あとはこれがラインナップ書かれた紙で、裏がこれ説明書ですね。で、車両に貼るシールかな。はい、こんな感じで、あとは切符スタンプですね。ちょっとね、これ開けましょうか。なんでしょうね、切符スタンプってね。よいしょ、ではではでは、よいしょ。おー、これなんでしょうね、これね、かわいいですね。プラレールと、あとプラキッズのね、おなじみのイラスト描かれてますね。で、全体ちょっとね、さっき見ると、はい、こうなってて、なんか開くようになってるんですけど、開けてみますか。よし、お、なにこれ、ほらほら、こんな感じのね、多分これ SL 体重だと思うんですけど、へー、ちょっと押してみましょう。よし、じゃあちょっとね、押してみますね。どっちが上だ、こうかな、いきます、せーので、ポン、どうだ、おー、出てきました。ちょっとサイズ感的にはね、結構ね、可愛いサイズになってるんですけど、 SL 体重、やったー、いっぱい押してみよう。すごい、お、ちゃんと押せる。っていうか、なかなか結構素敵ですね、これね。おー、めっちゃしっかりしてる。可愛い。よし、じゃあちょっとこれね、乾かないようにもう一度ちょっと蓋をしておきます。なかなかいいアイテムがね、セットになってますね。で、車両の方もね、ちょっとね、シールの方を貼ってね、完成させたと思います。シールの貼り方は今回もこのね、裏側に書いてますね。では1番から順番にいきましょう。はい、1番2番、が早速ヘッドマーク、おかっこいい。で、3番ですね、だいたいまあこの辺りかな、貼っておきましょう。で、4番はロッドのところね、ここにペタンと。で、あとは反対も同じように、5番のシールはだいたいこの辺りで、6番のロッドはここですね。よいしょ、釣れないように気をつけて貼ってあげます。はい、こんな感じでね、車両の方ね、完成しました。まあ最初から形しっかりとできてるんでね、まあさらにちょっとこうより締まったみたいな感じですかね。いいですね、ヘッドマークがやっぱこれかっこいいですね、タイジはね。で、車両自体はね、ギミックは特になくって、連結パーツのみがね、前後にこのようにね、付けられてるんで、まあ他のね、車両とね、しっかりとね、連結してね、走行させることができます。まあということで、一番最初ね、すごくね、素敵なセット内容になってましたね。はい、 SL タージュとキップスタンプセットでした。まあ車両も良かったんですけど、スタンプが本当可愛かったですね。さあ、それではね、続いての袋行ってみましょう。
さあそれではね、2つ目いきましょう。番号は、はい、4567ですね。さあではでは何が出るのかな。なんとなく新幹線型ですね。あーひょっとすると緑のあいつかもしれないけどさあそれではね、いきましょう。あー多分これ緑のあれですね、多分ね。いきます、せーので、ポン、ほら来た囲碁系新幹線はやぶさですね。はい、それとね、アナウンスボタンセットになってるんですけども、まずね、はい、シールを貼る前の車体の方ですが、くれたね、はい、こんな感じになってます。おなじみのこのグリーンがね、素敵な色出してますね。で、あとアナウンスボタン、はい、これも出しちゃいましょう。あ、これもね、シール貼り付けないとダメみたいですね。はい、貼る前ですが、こんな感じのブルーの成型色ですね。一応こうなんか、あ、これ自身もそうだ、忘れてました。他のねアイテムとこんな感じでね、組み合わせることもできるようになってます。で、付属のシールと、あと、あ、これまたカードついてますね、切符か。はい、これが説明書ですね。で、こちらがシールになってて、で、あとこちらは、あ、切符じゃなかった、お仕事カードで書いてますね。こんな感じでアナウンスごっこのやり方が書いてます。すごいね、これ音出るの、これわかんないですけどで、こっちは、こちらも遊び方ですね。実際に音は鳴りませんですよね鳴ったらこれもうハッピーセット大変なことになるじゃあとりあえずね、車両はね、こちらのねボタンにね、シールの方ね貼っていきましょう。ではでは、こちらも順番に、まず車両ですね。はい、1番で、2番ね、はやぶさのマークですね。で、3番はピンクのラインです。はい、よいしょ、ここのね境目のところにこう合わせて貼ってあげると。で、4番反対側のはやぶさのマーク貼って、5番で反対側のピンクのラインですね。これで OK で、車両は OK なので、はい、続いてはアナウンスボタンですね。はい、6番がここね、よいしょ、はい、こんな感じで、で、7番がここで、はい、8番ですね。はい、これでシールの方貼れました。ではね、車体の方ね、先にね、はい、くれっとね、こんな感じでできましたね。やっぱはやぶさはね、このねラインがないとね始まらないですね。いやー、かっこいいですね。しっかりと決まりました。まあ結構もう見慣れたねはやぶさですけども、やっぱ何度見てもかっこいい。で、この車両も他と同じく、前後にね、このようにね連結パーツがついてまーすね。先ほどの SL 体重と、はい、連結することができますね。で、あとアナウンスボタンね、まあこれ遊び方はまあ音出ないんで、まあ、一応ここスピーカーってなってるんですけど、一応それぞれね、これアナウンスボタンですね。で、発車ベルボタンにドアベルボタンと、まあこのように押してね遊ぶことができるようになってます。で、あとはね、先ほどもやりましたが、こんな感じで別のアイテムとのね組み合わせですね。あ、最後にあの第1弾ともちょっとね組み合わせてみたいと思います、まあ、ということでね、はい、2つ目、4567の袋ですね。囲碁系新幹線はやぶさとアナウンスボタンのセットでした。さあでは次行きましょう。よいしょ、ね、次は何でしょうか。はい、3袋目の番号は5678ですね。で、ちょっと、あ、これも新幹線っぽい形になってますね。で、何かしらのアイテムは入ってると。あー、笛だこれ笛だからね、多分ね、あれですよ、白いあの新幹線ですね。じゃあとりあえず確かめていきましょう。ではでは行きたいと思います。せーので、ポン、はい、正解でした。はい、まずね車体の方行きましょうか。シール貼る前ですね。はい、こんな感じ、真っ白なボディ、最新の新幹線ですね。 N700S スプリームです。いいですね、ノーズのデザインがほんとかっこいい。で、あ、窓とかもちゃんと塗装入ってますね、黒のね。で、ホイッスルセットということで、はい、こちらアイテムの方はこんな感じのねホイッスルですね。あの笛で走るねプラレールのシリーズのホイッスルに結構似てます。で、あとはシールと説明書です。シールの方は、はい、こんな感じ、これも枚数少なめか。さあそれではね、まずはちょっとねシールをね貼っちゃいましょう。 700S のシール貼るってよく考えたらこれ初めてです、これね。わー、ラインがちょっと分かんないですねどんな感じで貼ったらいいんやろ。多分この辺だと思うんですけど、はい、ここのボディのデザインに合わせて、はい、こんな感じでしょうか。うん、決まったかもしんない。で、2番のスプリームの、よいしょ、ロゴもここですね。はい、バッチリ、かっこいい。で、反対、こちらもバッチリ決まるかな。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、で、あとはこちら側にもロゴのシールを貼って
手と、であとホイッスルの方も貼りましょう。よいしょ。まあ大体でいいと思うんでね、真ん中ぐらいに貼ってあげましょう。はい、これでシール貼り完成しました。ではちょっとね、車体の方ね、もう一度ねこれと見ていきましょう。あ、ライトのところシルバーの塗装入ってましたね。はい、こんな感じで横はこうなりました。このラインがね、まだちょっとねあんま覚えてないんで、まあ、多分これで合ってると思うんですけどね。まあしっかりとこうね、これ確か S をかたどってるんですよね。こんな感じのしっかりとしたねラッピング入りましたね。でスプリームのロゴもバッチリです。で反対側もね同じような感じになってます。でギミックはこちらもね、前後に連結パーツがあるんで、はい、他の車両に連結させることができます。で一回置いといて、あとこれホイッスルですよ。ホイッスル自体は他のアイテムとこう差し込んだりとかしてね、つけることはできないんですけど、音鳴るのかな、ちょっと吹いてみますね。画面外失礼。鳴りましたバッチリとなりましたね。小さなお子様、お店であまり音大きいんでいっぱい吹かないようにお家で吹きましょうはい、ということで、はい、こちらね3つ目、番号で言うと5678の袋ですね。 N700S とホイッスルのねセットでした。これも素敵だった。さあそれで、ね、続いては4つ目の袋いきたいと思います。はい、こちら番号の方は7890ですね。そろそろ秘密のおもちゃか、あともう一周、旭山動物園号が出てもいいんですけど、多分これ結構四角なんで、なんか旭山っぽいですね。やっぱ今回のハッピーセットってすごくもう触って分かりやすいような気がします。番号見なくてもそこそこ中身分かりますね。さあそれでは行きましょう。4つ目せーので、ボン、ほら来ました。お、最初からしっかりとシール貼られてますね。はい、車両の方ね、あ、前もこんな感じですごいキリンのラッピング入ってますね。はい、このようになっておりまして、車体に貼るシールはないのかな。おー、いいね、もう仕上がってますね。こういう大きいシールって最初からね貼ってくれてると助かりますよね。お子さんとかやっぱね、ぬんぬんってこう歪んじゃったりするんで。いや素敵素敵。でこっちもね、さっきちょっとギミック見たくと連結パーツがありますので、はい、他の車両とねしっかりと連結させることができます。よし、ちょっと置いといて、であとそれ以外にこれがアナウンスマイク、ね、アナウンスマイク、はい、こんな感じになっておりますね。マイクめっちゃしっかりしたマイク、これお動く。でここはまあまあ特に何もならないかな。さすがに音が大きくなったりすることはないと思うんですけどね、声がねまあ結構形としてはかっこいいですよね。であとここに入ってるのが、はい、これがね、あ、名前とかね誕生日で好きな列車をね書けるようなこんなカードになってますね。まあお子さんとかぜひね名前とかでこれ書いてください。で後ろの面は お仕事カード、これ見ながらねこうマイクを使ってねセリフを言ってね遊ぶみたいです。いや僕下手くそなんでちょっとこういうのね言えないですけどね。であとは説明書と、まあ貼り付けするシールは特にはないです。ということで、4つ目すごく簡単でしたね。お仕事カードでしょ、でアナウンスのマイクと旭山動物園号ですね。はい、こちらもね素敵なセットでございました。さあそれではね、ラスト5つ目行ってみたいと思いますが、いやもうここまで来たらね、これがシークレット、秘密のおもちゃですね。車体しかほら車体しか入ってないの、多分ですよ。あ、でもなんかちょっとなんか硬いのが1個入ってる、これなんでしょう、すごい気になるなにこれ。で番号の方ねお知らせしておきますが、8901です。まあ、なので動画のテンポ的にはいいよね、最後に秘密のおもちゃ来てくれるってそれでは行きましょう。何が出るんでしょうか、行きます、せーので、ボン、おー、なるほどこれか、なるほどね、今回の秘密のおもちゃ来ました923型ドクターイエローのクリアバージョンですね。はい、全体的にこんな感じになってます。すごい、大体みんな喜ぶのはもう光ってるか透明かですからね。今回は透明ですね。でシャーシも透明なので、もうそこから見てもほら内部の構造がしっかりと見えますね。で車体自体のギミックは他の車両と同じく連結パーツになってます。でそれ以外に何が入ってるかというと、これがですね、まずちょっとこれ見ましょう。シールですね、ドクターイエローに貼り付けるシール。でこれがなんかパズルのような、はい、こんな感じのね、なんかクイズシートみたいなものになってますね、これね。これちょっと順番あれですけど、クエスチョン7番、どうしてドクターイエローは車体が黄色いのってなってて、こっちの黄色い方のこれには、はい、
問いかけが書いてますね。クエスチョン1からまあ7番まで。で、ブルーの方には答えがね、それぞれ書いてるんで、これちょっと今見せるのやめておきましょう。うん。秘密のおもちゃがね、出た人はね、ぜひちょっと楽しんでください。なんかこれあれですよね、プラレールのレールのような感じになってるんで、つなげて遊ぶこともできますね。うん、なかなかいい感じ。じゃあね、シールの方も貼ってね、ドクターイエローね、完成させたいと思います。いや、まさかのクリアのドクターイエローだと思ってなかったんで、いいですね。まあ逆にこれシール貼らなくてもいいかもしれないですけど、一応貼りましょう。はい、1番。で、2番、3番で、はい、こんな感じでヘッドライトですね。で、4番がこれが横のところ。まあドクターイエローはスプリームと違っても結構な数なんか貼ってきたような記憶あるんですけど、でも慣れないね。スッといけるかなと思ったんやけどね、今。ちょっとあれでした。はい、慎重に行きましょう。はい、こっちね、サイドのラインです。で、5678は車体番号です。5番がここの窓の上ら辺で、6番が後ろら辺ですね。で、反対側。あ、7番じゃなかった。5689だったね。だから7番は横のラインでした。はい、これをね、先に、ペタンと貼ってあげまして、89で、はい、車体の番号を入れていきます。8番で9番と。はい、これでドクターイエロー完成しました。クリアイエローバージョンです。今年の秘密のおもちゃは透明のドクターイエローでした。いや、今回もね、なかなかね、素敵な秘密のおもちゃでした。でですね、最後にちょっとね、組み合わせたいと思うんですが、第1弾の、はい、これがね、運転手さんセットと今回のね、このアイテムをちょっと合わすことができるんですけど、じゃあどう合わそうかな。スタンプ台は外しまして、で、じゃあこれね、ここにつけましょう。ここにつけて、で、こうしようか。こうして、マイクとか置いてあげると。はい、こんな感じで、まあ結構適当には組み合わせたんですが、いや、なかなかね、素敵なね、もうほんと迫力のあるね、セットになりましたね。いや、これはもう今回第1弾、第2弾ね、ちょっとお父さんお母さんこれ見てる人ほんとごめんなさいですけど、ハッピーセットね、いっぱい貯めなきゃダメなのかもしれませんが、集めてみるとね、ほんとね、楽しい価値になってるんで、ぜひね、頑張ってね、お子さんとね、今年のハッピーセットもね、楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、今日から始まりましたマクドナルドのハッピーセットプラレール2020の、はい、後半第2弾ですね。11月の13日から11月の26日にかけてね、こちらね、ハッピーセットのおもちゃでね、こう配られてるね、プラレール見ていきましたけども、さあいかがだったでしょうか。いや、まあね、秘密のおもちゃがまさかのクリアバージョンのドクターイエローでした。まあなかなかね、こうね、おもちゃ好きのね、心をつかめるというかね、素敵なね、秘密のおもちゃになってましたね。今年もね、ぜひね、これ、ね、全種ね、コンプリートになってね、皆さんね、頑張ってみてください。で、第1弾の方はね、昨日で一回ちょっと終わっちゃってるんですけども、第3弾として11月のね、27日からは、1弾、2弾ね、合わせてね、登場するんで、そちらの方もね、買い逃してた方は、ぜひね、1弾の方もね、チャレンジしてみてください。まあ、皆さんにね、とてもね、いい車両がね、行き渡るようにね、心からね、願っております。ということで、今回ね、この辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録、コメント、評価、どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いします。あとね、Twitter やね、インスタ、そしてね、LINE 動画とかもね、公式アカウントでやってるんで、ぜひね、そちらの方もね、よろしくお願いいたします。ではね、今回も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。